がね、なんかいいみたいですよ、うん、なんかね、俺が上手になったのにギターの曲が良くなったら、いやー、見てる、慌てですからね、57にして上手になった、これは良かった。まあね、まだまだね、若造と言われてもしょうがないですけどね、まあ、本当にね、もうギター、これから見たらね、この人は本当にもう可能性ありありですからね、あなたれ構造、あなたれ構造、ひろきちですよ。はい、関係ないですね、はい、どんどん行きましょう。まあ、9月といえばね、この曲をやらないわけにはいかないという曲が一つありましてね、アースチューン&ファイアのセプテンバー。これはでもね、彼らがあんなにたくさんの人数でやってるっていうことを考えるとですね、かなりまあそんだけの雰囲気を出すのは難しいんでね、皆さんに ご協力をいただきたいと、クラップ用ヘンドプリーズでですね、一つこんな感じでリズムがこんな感じでね、こんな感じですかね、まあ、シブ音符的な感じですかね、いきます。最初は、だんだん大きくなるのは何だっけ、こうね、音楽の規模で言うとこういうやつですね、クレッシェンド、あ、デフォルメかと思ったらクレッシェンドですね。デフォルメ、クレッシェンドですね、はい、では、クレッシェンドで参ります。だんだん終わりの方になると皆さんの手拍子よろしくお願いします。手拍子の上で何とか盛り上がってもらいました。